どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。先日ね、こちらのビューカムをお客様から譲っていただきましたので、実際に使っていきながら簡単に紹介してみたいと思います。はい、型で言うとね、こちら HL3 という機種で94年発売で、確かね当時グッドデザイン賞とか取ってたと思います。まあ、当時としてね、かなりこう画期的なカメラだったんですね。基本的にはこのファインダーを覗きながらね撮るっていうね、そういったスタイルが一般的だったんですけど、まあ、このビューカムに関してはね、こんな感じでファインダー覗く部分ないんですね。なのでこの液晶に映る絵を見ながら撮るっていうところで、まあ今となってはね、結構そういったものは当たり前なんですけど、まあそういったね概念を広めたところで、かなりねこのビューカムの存在は大きいんですよね。まあ、あと特徴としてはこのレンズ部分が回るんですね。この画面の方向にぐるっと回してあげると、画角もねパッと切り替わって自撮りすることができるんですね。今のね感覚にかなり近い形でね撮れるものですね。でこの3色のねケーブルでつなぐことによって、まあカメラの映像だったりねテレビに映すこともできるし、逆にテレビだったりの映像をこっちにね入れて、まあテープに録画することもできます。言ってなかったんですけど、こちらのビューカムはこの 8mm カメラを使うものですね。正面で言うとここの部分にこういったねスタンドがついてまして、まあ、見るときに角度がついてないとね、まあ、光の関係とかで画面見えないんで、まあ、その時にこう傾けておくっていうものですね。まあ、ここら辺もね、なんか今のタブレットのね、感覚に近いですよね。で、あとこのレンズの下の部分にバッテリーをね、入れる部分があります。ここのね、なんかこのつまみがね、若干8ミリフィルムのカメラっぽい感じもありますね。はい。で、バッテリーこれですね。まあ、どっちもね、ちょっと死んじゃってるんで使えないんですけど、シャープのね、バッテリーこんな感じでね、充電済み、充電前っていうね、なんかこういう切り替えがついてるんですね。レンズ部の後ろの部分、これがね、録画のね、スタートボタンですね。で、ズームのレバーですね。これがね結構ね遊びがまなくてね、操作ちょっとむずいんですよね。電源だったり、あとはこうテープの操作部分ですね。ヘッドホンマイクの端子もついてて、でこの上の部分ね、ここ蓋開けるとまた別のね操作する部分が出てきますし、でここのね開くの部分を開ければ8ミリね入れる部分が出てきます。今回ねこのアクセサリーキットも一緒に譲っていただいて、その中にねこういったビューカムポートっていうのもついてるんですね。ポート本体でこの後ろなんか入る部分があって、まあ、このバッテリーパックですね、要はバッテリーの充電するやつなんですが、こいつが、まあ、ここにズボッと入るんですね。ビューカムをここにね、ガシャンとガシュッとセットして、まあ、電源をねつけてあげると、まあ、このねポートの上に乗せながら、まあ、ビューカムをね使うことができます。で個人的にちょっと残念なのが、このレンズねこうぐるっと回してここで止まっちゃうんですよね。なのでこう自撮りモードがね使えないってところがちょっとね、このポートを使わせて残念なところですかね。先ほどのテープねガシッと開けて、この取り出しボタン押してあげるとこう出てきてパッと開きます。で今ねこれ使ってる 8mm が入った状態ですね。入れるときは押せばこう入ってきますので、入ったら閉めると。はい、この状態でねセット完了です。で、カメラモードはここでね下にしてあげるとこんな感じで切り替わります。じゃあ今映ってるんで撮ってみましょうか。この録画開始ボタンですね。よいしょ。はい、そうすると今録画となってますね。まあ、他のカメラだとねなんかピコーンとかね言ったりするんですけど、そういったのはねちょっとついてないですね。でさっき言ったズームなんですけど、ちょっと押しますよ。そう、こんな感じで結構ねグワーっといっちゃうんですよ。なんでちょっとねこの触りで押すぐらいかな、ちょっと感覚むずいんですけど、慣れるのはねちょっと時間がかかりそうな感じが個人的にしますね。これをくるっと回してあげるとこんな感じ自撮りできてますね。レンズがね下にあるんで画面見ちゃうとかなり目外れてますよね。ここら辺の感覚のズレはちょっと出ますね。じゃあ今撮ったやつ見てみましょうか。ビデオモードに切り替えて巻き戻しと、まあ、戻す速度はやっぱちょっと遅いですね。で再生ですね。こんな感じでね再生もできてます。上から音鳴ってますね。フェードボタンってのがあって、まあ、それをね押した状態で録画とすると、まあ、フェードインフェードアウトっていうねエフェクトをつけて撮影ねすることもできます。やっぱりこう大きくてこう見せやすいんで、まあ、複数人でねその撮ったものをすぐ見るってところがねかなりやっぱこのビューカムはね良かったんだと思います。当時のね CM でも結婚式で要は自撮りでそのねメッセージをこう吹き込んで
まあ回してね。で、そのね、メッセージを撮ったビデオを、まあ、新婦の方が見るなんてね、ものがありましたけども、まさにね、そういった使い方はね、向いてるものですよね。で、やっぱりこのレンズがこの動く感覚になれないっていうのは、どうしてもありますね。なんかこの不安定な感じ。なんだろう、スキーやったことなくて、スノボでスキー場慣れて、調子乗ってこうスキーに変えた時に足がこう動く感じが怖いみたいな。まあ、そんな感じに近いですかね。このバックライトの寿命ってのがあって、こんな感じで交換するとこはついてるんですけど、まあ当たり前にね、もうそういったサポートはないんで、まあ、このね、寿命が来ちゃったらもう多分ね、ここに移すってことはできなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあこのね、AV ポート経由で、まあ外部でね、繋いでっていうことはできるんでしょうけど、やっぱりこう見ながらね、こう動かす感覚はね、まあ、ビューカムの醍醐味だと思うんで、まあ、懐かしんでもらったりとかね、まあ、楽しんでね、もらえればいいかなと思いますので、店頭でね、使えるように置いておこうと思ってます。まあ、こんな感じで、ちょっとね、買い取りはやってないんですけども、もうね、処分するのにもお金かかっちゃうから、引き取ってくださいっていうことであればね、こういったね、カメラもそうですけど、映写機とかね、当店でね、引き取ってますし、動体機とかっていうことであればね、動画で紹介してっていうこともできますので、もしね、そういった機器等でお困りの方はね、一度ご相談いただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。